黒色にしました。今日大学でしたよ。大学行って病院行ったらもうほぼ終わっちゃって、誕生日なのでそうなんです。素敵な一年になるようにありがとうございます。今日は明日その未来系じゃないですか、未来系って言うんですか、未来の系みたいな、未来の、そう、質問してきたんですよ。未来の話するじゃないですか。なので今日は20年を、あ、でも20年を振り返ろうみたいな感じで必然的に来年はパンダ、うわ、そうかもしれへん、分からへんけど、20年を振り返っていきたいと思います。でも20年、ちょっと待って、二十歳の1年は今日始まったバットなんで20年ではないんですけど、19年、振り返っていきたいと思いますけど、そんなにまだ夜ご飯食べてなくて、そんな、はいで、ちゃんとね、ちゃんと用意してきたんです。でじゃーん、ホワイトボードを買いました。あのですね、オールナイトニッポンの時もホワイトボードはあったんですけど、あのオールナイトニッポンの時のホワイトボードあったんですけど、あの消すの忘れてて、あの消えなくなっちゃって、ペンで書いたやつが、なので新しく100均で買いました。お誕生日おめでとう、ありがとうございます、嬉しい、すごい、あ、ミラーボール引っ張ってるありがとうございます。え、これホワイトボードで何すんのって感じなんですけど、人生の折れ線グラフを作ろうと思います。イエーイ、アルコールで消えるらしい。わ、100円無駄にしてしまった。まあ、絵は100円やしはい、てなわけでやっていきますよ。めっちゃ大きいんですよ。え、そう、メンバーからのメンバーの皆さんからツイッターおめでとうリプもらったんですけど、私の語彙力がなさすぎて、なんか失礼に当たらへんかなとかいろいろ思ったら、なんか伝えたいことを全部伝えきれなくて、なんか大丈夫、失礼に当たってないかなってめっちゃ不安なんですよ今。大丈夫ですよね。でもめっちゃ嬉しかったです、メッセージ。先輩とか普段、同期のことは普段喋るんですけど、先輩とはやっぱね、そういう機会がないので。え、シーシーさんからも来ましたよ嬉しかったです。はい、とりあえず書きます。そう、モートタンメンはやばい、これなんか話いろいろし、あの飛びすぎてなんか本題に行けないんですけど、あのみゆさんのリプでモートタンメン食べてねみたいなでしたっけ、みたいな来たと思うんですけど、モートタンメンはあのですね、リアルイベントの握手会の時に、私は先輩おらんわと思って、ケータリングに着いた瞬間にケータリングのとこ走ったんですね。でモートタンメンめっちゃ好きで、もうさって取って、もうバレへんようにカバンだと入れたんですよで別に多分取っても先輩も何も言わないと思うんですけど、やっぱりなんかそういうなんかあるじゃないですか。いや、モートタンメンめっちゃ好きなんですよ。なのでめっちゃ嬉しくて、ケータリングがあったのね。そう、セブンイレブンに行ってるやつめっちゃ好きなんですよ私、あれ。それでなんか取ってカバンだと入れたんですよ。別に悪いことは別に決してしてないんですけど、でもなんかその先輩になんと、は元タンメン一番に取ったぞとか思われたら気まずいなとか思ったんで、すぐ入れたら後ろにまだみえさん座ってはって、あのカバンからちょっと元タンメン出ててまだみえさんに会った時に、次会った時に、あ、元タンメンやって言われました。そう、なんか変な話してる時に大体和田美さんいるんですよ近くにやったら変な人やと思われてると思う。なんかこの前もめっちゃダイエットしてる時に、あの油そば、キリンジの油そば食べたんですね。難波とかにあるんですけど、でなんかあのめっちゃなんか私あるあるらしいんです、あるあると思うんですけど、なんかちっちゃい子で言ってるつもりなんですけど、声でごってなっちゃうみたいな、なんかあるあるがあって、なんか普段声でかいイメージないじゃないですか。でなんか
お話し会の空き時間に佐藤さんと話しててダイエットの話しててダイエットの話してたんですよ。でそのめっちゃもうめっちゃ頑張ってんねんみたいな、めっちゃ頑張ってたのにもう油そばも油そば大盛り食べたんですよ。キリンジの油そば の50円追加したらあのキリンジ大盛りできるんですけど大盛りしちゃって、それを結構でかい声で言っちゃってたらしくて、それでその時もまだみゆさんいてめっちゃ笑われましたっていう感じです。本題いきます。その20歳なんですよ。なのでちょっとちゃんとね振り返りたいんで俺全部ラフを書きます。でも最初の方覚えてないんですよね。最初の方、まあ、記憶にないところはちょっとあんまりエピソードを走るんですけど、じゃあいきます。俺線グラフとか久々に書くんですけど、なんかあれですよね、なんかとりあえず書きます。0歳え俺線どういう感じでやったらいいんやろ。字うまくいった時は上りで、あなんかちょっとなんか調子悪いぞって時は下に行けばいいんですよね。 OK。 0歳生まれました。生まれた時はもうそりゃ調子いいですよね。調子よくて、でも1歳の時とか全然覚えてない、ね、まあでもそんな悪いことないですよね1歳とか。はい、で2歳も調子いい感じでいきの、3歳もやっぱずっと調子いいかもしれへん、どうしよう。えぐい。4歳もまあいい感じですよね。めちゃめちゃ面白みのない折れ線グラフで草。5歳で、あーでも5歳でちょっとなんかちょっと待って、幼稚園の時に幼稚園の時にちょっとなんか自分が三分だったんですね、幼稚園にして。家族ごっこの時にめっちゃ幼稚園の時にめっちゃ家族ごっこ流行ってて、でなんかその割とイケてるその陽キャの子とかはいつもなんてお姉ちゃん役とか取り張るんですけど、私いつもなんかペットとかやったんですよ。めっちゃ悔しい。だからちょっと下げます。え年中さんとかだな。年中さんって何歳、え456やな。 OK。 5歳じゃ下げよう。あ先にエピソード言っちゃった、やばやってしまった。で小学生めっちゃ楽しかったから、アリエのもう小2とか小3とか全部一緒やんな。でも71年生2年生3年生あーでもことで塾に通い始めるんで、ちょっとなんか詐欺を。めっちゃ面白くない、家族ごっこペットやったんですけど、ちょっとお姉ちゃんとかなって音なくてマジ悔しい。ちょっと鳴らしてよって感じですよね。ちょっと9歳で小4で塾に行き始めて、10歳も、うん、大変やった。でも11歳小6はもうめちゃめちゃ塾が大変やって、でも受験に受かって、あまりの13え楽しかった陸上部で、14もあまりの12歳が中1で、13が中2で、14が中3で、15歳が中3やろ、中3も楽しかったよそりゃ。でチア部の1年目めっちゃしんどくて、で先輩引退してもう100歩って感じで、で高3どんなんやったっけ、まあ行ってみたいな。で19あでも高3の最後の方で NNB に加入できたのであげます。で19歳、あできました。ごめん全然コメント見てないですです、ごめんね。では交代します。私の人生の折れ線グラフ、あ0歳から19、人生いきます。タワー来た、うん、山達さんタワーありがとうございます、ありがとうございます。はい、やばい20年早すぎるかも確かに。いきます、じゃーん。でも結構なんかあんま挫折を経験したいですね。ではではでは説明していきます。でも最初の方覚えてないからあんま記憶ないんですけど、まあ覚えてる限り言いますね。いや待って、私もあんまり
あんま挫折してないねんな、こう思ったら。まあまあまあやっていきたいと思います。0歳生まれました。やっぱり生まれた時ってやっぱなんか人生始まるよみたいな感じで上り調子みたいなで2歳も別に特にあんま覚えてないかな多分ね。やばい全部言ってた、やばい。じゃあでももうちょっとエピソードあるんで聞いてください。で最初の記憶みたいなのある？え全然ないです最初の記憶やばい。でこのね3歳の時に覚えてるエピソードなんですけどあのユニバの年パスを持ってました。この時あのね家族でめっちゃ行ってました。年パス持ってました。あのあれありましたよ。まだなんか ET みたいな、なんて言うんですか ET? わからへんけどなんかありました。そう年パスを持っててユニバに週末に言うと連れてってもらってました。でえ4歳は入学入園幼稚園分からんけど、まあ、入園してもう全然覚えてないんですけど、まあ、最初は楽しかったんじゃないでしょうか。でも5歳であの家族をとあ ET そうそう ET めっちゃ好きやったんですけど、もう家族ごとでもうペット役になってしまって、ちょっとなんかお姉ちゃんになりたいのになみたいな挫折みたいな。で6歳で小学校入学して、え楽しかった。給食とかめっちゃ嬉しくて最初、えそう名前呼ばれるね最後。そう思い出した、そうそう。でまあ2年生2年生と1年生の違いよう分からないんだけど、まあ、2年生もこんな感じでキーの3年生まで上がっていったんですよ。あこの時に3年生の時にもう私はもう AKB48 さん3年生とのえ3年生え2年生と3年生との2010年小1とか、え小学2年生と3年生の時にもう AKB48 さんのもうめちゃめちゃオタクで板野友美さん推しやって、あのそれこそ難波に AKB ショップがあって週末とかに連れてってもらってたりしたし、あの握手会とか行きましたし、板野友美さんのディアジェイあります。家にさよならプロールもあるし、あとはなんかそのもうね小2とか小3にしてもうオタクやったんで、あの板野友美さんがね総選挙で4位取った次の年に多分8位とかだったんですよ、板野友美さんがね。でなんかフライングゲットの MV でなんか映るなんか順位が映るね、なんか腕になんか順位が彫ってあるみたいなあるんですよ。え分かりますか順位が彫ってて、でも板野友美さん去年4位やったのに8ってなってて、もうカラオケでめっちゃ歌ってたんですけどフライングゲットをね、もうめちゃめちゃ悔しくて8みたいなめっちゃ悔しいの思い出しました。めっちゃねなんかめっちゃ可愛いです。掘ってないかタトゥーシールやってごめんすいませんで9歳でえそう私ほんまにこれ一回話したことあるんですけど、総選挙テレビでやってたじゃないですか。なんかテレビに映ってる人はテレビの元側の人を見えてると思ってて、だからめちゃめちゃ総選挙の時とかにめっちゃそれこそホワイトボードにともちん頑張れって書いたホワイトボードをこうやって持ってて、めっちゃ祈ってたりしたんですけど、ともちんが見てると思って。でもなんかめっちゃピュアですねそう思ったら。はいで9歳であれですよ、あの9歳はにゃこの辺がその AKB のオタクやって、で小学4年生の時にそう小学4年生の時にあの塾に中学受験の塾に入りました。でなんともうしんどかったです。最初はね塾の頻度も低かったんですけど、やっぱりあのなんかそんなにもともと頭が良くないので苦戦しましたね。でそっからと小6やんな、小4で入ったんです。あ10歳か、もう自分でもわからんくなってきてる、やばいで12歳がえなんで当たってんの12歳一番しんどかったんけど小6、あ
中学受験で登録できたんよ。そうでもそのね、中学受験小学6年生の時にやっぱあの受験生なんでめちゃめちゃ大変やって、ほんまに大変やって、塾がめっちゃしんどかったです。なんかもうあのめっちゃ大変やったあの友達はみんなその学校終わった後に公園で遊んだりしてるのに塾行ってたりして、もうほんまに大変やったんですけど、そうでも算数はできなさすぎて、算数できなさすぎてほんまにやばかった算数できなすぎてもうめちゃめちゃ親と喧嘩しました。計算テキスト全然やってなくてバレてめっちゃ怒られたっていうエピソードがあります。でそう合格できたんですよ、晴れて第一志望に合格しました。で陸上部に入ります。ちょっとついてきてました皆さん、楽しいですかこの配信。ごめんなさい、私の人生を語るみたいな感じになってるんですけどいき大丈夫ですか。私はめっちゃ楽しいんですよこのエピソードを話すの楽しいよ、とったでは遠慮なく続けさせていただきます。で、あの入りますね自分でどと話したか覚えられへん、どうしよう。で、あ、そう、陸上部に入って、陸上部は最初なんか陸上部に入るって親に言った時にめちゃなんか結構心配されて、陸上部ってなんか厳しいイメージがあるからいけるんみたいに言われて、でも足そう小学生の時から足速かったから絶対陸上部がいいと思って、陸上部入ったらめっちゃ緩くて、でも友達とかもすごいなんかゆるゆるみたいな感じやったんで、めちゃめちゃその鬼ごっこしてめっちゃ怒られてました。でもそのやっぱね陸上の才能があったんで入賞とかしてました。中学2年生が一番あれですね、最盛期、最なんか一番調子よくて、もう中3からどんどん下がっていって、なんかね、でもその陸上部のまだ話してないエピソード一つあって、その陸上部ってそう鬼ごっこばっかしてて先生にめっちゃ怒られて、なんかもうめちゃめちゃテーブを渡されてました。テーブの重みが全くなかったですけどめっちゃ楽しかった。でもほんまに、あ、そう、陸上部のエピソード、話してないエピソードはあのですね、あの陸上の試合って朝から行くんですね。朝から行くんですけど、そう、陸上部として行くんで私の専門は 100m 走だったんですけど、その陸上部の部員はそのなんていうんですか、ハードル走とか 800m 走とかいろんな競技の子たちが集まってるんで、私だけのために試合行ってるってわけじゃなくて、でその朝なんで眠たいじゃないですか。眠たくて、だいたい陸上の試合って夏なんですね。でも日ももうめちゃめちゃ照ってるんですよ。でだいたいフィールドなんで外なんですよ。でテント張って、もう天気はめっちゃいいんですよ。めっちゃ気持ちよくて寝ちゃったんですねでその陸上の試合ってもともとエントリーしてるんですけど、当日になんか出席みたいな、出席確認みたいなんで、その試合始まる1時間半前ぐらいに行かないとダメなんですよ。私もう寝ててもう天気良すぎてバリ寝ててはその試合出れませんでしたやばくね、大丈夫そう、やらかしたほんまに。え、そう、コールって言うんです、マジで積んだやしさ、しかもなんかその試合数もその陸上部って夏はあれなんですよ。夏はなんて夏、陸上部の試合って大体夏なんですよ。で夏でその試合の数も決まってて、そんな多くないんですよ。多分10回もなくて、夏でその1年で夏で5回ぐらいなんですけど、そのうちの1つを無駄にしちゃって超積んでました。でも 100m 走なんで誰にも迷惑かけてないんで、まあ大丈夫ってことで次行きます。で中学はもう陸上部の思い出はバッタリです。で陸上部
周りに人おったけど、その 100m 走のその締め切りの時間とかみんな知らないじゃないですか。やったら、まあ、自己責任なんですけど、全然寝てて忘れてました。汗汗同じ種目に出る部員ほとんどいなかったの。え、私のいつも鬼ごしてる同期の子は試合すら出てなかったんで、もう試合出てる私はまず偉いみたいなことありましたはい。で、陸上部やってめっちゃユニバ行ってました。ホラーナイトめっちゃ行ってて、チャッキーとかめっちゃ行ってたし、ホラーナイトめっちゃ行きたいんですよね。チャッキー行ってたし、なんか外のやっぱ外のさ、なんか外のやつ、外のやつ、マネージャーさんとかいないです。外のなんかホラーナイト見て あったんですよ。なんか最初に映像見せられて、その後に外に出てみようみたいな感じで迷路みたいなやつ、わからへん、ちょっとわからへんの、名前わからへんけど、めっちゃ楽しくて、それめっちゃユニバ通ってました。で、こう行ってるの、中3までめっちゃ登ってるのにこう注目してください、こと触ってるんですよ、これ、触ってたわ触ってるんですよ。これは何やって思いますよね。これは高1の時なんですけど、16歳は高1やって、もうね、もうほんまに人生で一番しんどかったです。チア部に入って、もともと厳しい部活って知ってたんですけど、めっちゃ厳しくて、どうしようみたいなめっちゃ厳しいやんみたいな思って、パワー来た。どれやろ、タワー、やばい、どれと音の変化は、ケーキ10のやつ、ケーキ10のやつ、ありがとう、ケーキ10のやつ、ケーキ10、やばい、分からへんどうしよう、ケーキ10、名前出してくれてる、キジッタさん、タワーありがとうございます。タワーめっちゃ来てる、嘘、やばい、全然表示されてないかもしれへん、え、ほんまに、やばい、どうしよう、後でわかるんかな、え、どうしたらいいんやろ、全部表示されてないかもしれへん、タワーハートとかしか出てないかな、え、どうしたらいい、どうしたらいいやろ、ちょっととりあえず話していい、あ、今全部読んでる、あ、今全部読んでる、あ、ほんまに、よかったです、ありがとうございます。そう、めっちゃ大変やって、チア部ってめちゃくちゃ走ったり筋トレとかもすんの、え、あのもうなんか本練習よりその練習に入るまでのアップが一番しんどくて、なんか足上げとか筋トレもそうなんですけど、それは一番しんどくて、その本練習行く前に、その普段はそのアップを15分ぐらいで終わる、15分でもめっちゃしんどいんですけど、夏休み、1年生の夏休みとか1時間ぐらいやってて、もうなんかもうしんどすぎて、なんか息まともにできないよみたいな感じやって、そう、でもそれで筋肉ついて、腕の筋肉もやしついたし、そうやね、めっちゃ、でもそのもう今でもこのチア部の同期のことは今でも仲良くて、なんか全員女子なんですけど、なんか女子だけってなんか大丈夫なみたいなよく言われるんですけど、もうみんな仲良くて、もうみんな仲良しで、もういい人だらけで、みんな私とは違って陽キャなんですけど、もうめっちゃ優しくていい子だって、
そのチア部の時のなんといっぱい話してる気するんですけど、チア部のエピソードはなんか私背は低いんで、なんかそういうポジションがあるんですけど、背は低くて、でなんかその練習前のアップとかもうしんどかったんですけど、なんか移動もめっちゃしんどくて、場所を移動する時になんかいろんなものを持たないとダメで、後輩は全部持つんですけど、なんかまだその行き届いてなくて、え、なんて言うんですか、 CD のデッキとかめっちゃ重たいやつとかマットとかなんかいろいろ運ばないとあかんくて、運ばないといけなくて、それがめっちゃ大変やって、で運ぶのもそうやし、移動した先で準備もしないといけなくて、その準備もめっちゃしんどかったんですけど、なんとその身長が高いとな、そのあっちの大変な準備をしてくれて、もうちっちゃい子たちはもうなんか戸締まりとかしてました。やったらしんどさの釣り合いは取れてないんですよね、実は。でも文句も言わずに、なんとそういうなんと役割を決めてて、ちっちゃい虎はその出る部屋の戸締まりで、もう身長高い子の方が絶対しんどいんですけど、文句も言わずやってくれました。上下関係厳しかったけど、そんなその普段から怖いわけじゃないですね。そうめっちゃ、でもめっちゃなんかそう友達とも出会えたし、いろいろ鍛えられました。なのでちょっと触ってますからのからのこれは上がってるのは、この先輩は引退したよっていう感じです。やっぱ先輩が嫌いとかじゃないんですけど、やっぱりもうね、一番上になったって、あるあるじゃないですか、部活入ってた人あるある、一番上の台になった時めっちゃ楽しいっていうめっちゃ楽しかったですね。でも私らの台のとはめちゃめちゃ真面目すぎて、ストイックすぎて、なんか私もなんかよくなんか真面目だねみたいな、よく言ってもらえることが多いんですけど、なんかもうその私なんか私ですら違うんです、うぬぼれてないですよ全然。真面目って言ってもらえることは割と多いんですけど、同期のとはもっと真面目で、なんか先輩になったら、その後輩の時は練習始まる1時間半ぐらい前についとかないとダメだったんですけど、先輩ってなったらもう準備しなくていいんで、もうなんか私とかはもう着替えるだけなんで、練習始まる20分ぐらい前に学校についてたんですけど、もう学校ついたらなんかみんな走ってるんですよ、私以外の同期の子は。えっと思って何も聞いてなくて、練習メニューにも入ってないのにみんな走ってて、何してるんって聞いたら、そう体力つけるために走ってるのよみたいに言ってて、えっと思ってっていう感じやった。すごい、だからみんな同期の子もめちゃめちゃストイックやって、そうやったら、そうそんな感じです。はいで16歳で引退します。えっちゃうやん、え待ってもうまた渡らなくなった年齢、えぐい。小6中1中2中3高1高2高3、あ3年生、そう3年生はなんかあるかな、あーでも行けへんと思ってた修学旅行に行きました。めっちゃ嬉しかった。なんとでもほんまにコロナの子一人でも出たらもう行けないみたいな感じやって、うん、沖縄は中学生の時に行ったんですけど、高3は東京ディズニーランドです。めっちゃそう、えめっちゃそのね、ディズニーの時に引退しててマジで歌ったNMB、 あそう、その時そう修学旅行行く前に三次審査の道徳発表があって、セレクション始まるちょっと前でした。やばくない、やったら修学旅行めっちゃ楽しい気持ちで行きたいなと思ってたから、ちゃんと三次審査受かってよかったです。そう三次審査な、めっちゃ懐かしい。三次審査中に
クラスの友達ともらったんですけど、なんかシミラールックっていうんですか、服装をなんか似てるようなやつにしようみたいに言ってて、三次審査の時にそのなんかすごいなんかクラスのこのグループラインが動いてて、でもずっと三次審査めっちゃ長いから全然外に出れなくて、なんか LINE でなんかどっちがいいみたいに来てたのを思い出しました。今三次審査から覚えてる子いました。三次審査から覚えてる子いました。三次審査の三次審査思い出そう。あ、雪乃は雪乃同じ部屋やって、三次審査はねあれですよ、そう歌とダンス審査で、雪乃同じ部屋やった。あの似てた、バンドが似てた。雪乃同じ部屋やった。でも全然それ以後全然覚えてないの。でもなんかマトが覚えてくれてたみたいな言ってた。誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、ちょっと終わったっけこれもう記憶力なさすぎて、あ、まだ高3やった。そうで、そうディズニーランドは楽しい気持ちで行って、でディズニーに帰ってきた後にセレクションが始まって、セレクションの時にその学年末のテストと被ってて、その学年末のあの学年末のテストもめっちゃ重要やって、行きたい学部に行くためにはその学年末のテストも頑張らないといけなくて、でも被ってしまってて、で先週のラップタイム覚えなあかんしみたいな。今来たんやけど、これ何のグラフ、私の人生っていう題名のグラフです。そうでもテストもねいい感じに取れてよかったです。あ、待って、学年末ってそんな関係なかったかもしれへん。まあとりあえずテストも頑張った。でもきっといい点取れましたよ。で無事に NNB に入りました、やったー。ですね、12月に合格発表があって、そうめっちゃ嬉しかったですね。あんまり実感湧かなくて、そうね、あんまり実感湧かなかったんですけど、お披露目で実感が湧きましたね。はい、すごい長いね人生グラフだったんですけど、こっからはね19歳髪サラサラ、そう人も会ってたから、おめでとう、合格おめでとう、ありがとう19歳、去年19歳でしたよね。なので19歳、お披露目で一目惚れしました。バッチバリ芋っぽいよ。19歳の1年で何か、皆さんは何が一番印象に残ってますか？サプパンのお披露目何番手だったの？あれです、オーディションのなんか映像残ってると思うんですけど、多分7とかやと思う。 7?8?8 か7とかやったと思う。8期生めっちゃ組みたら分かると思います。なんか順番に呼ばれていってるんで、7か8だったと思います。ホテイさん、オールナイトニッポンプラス、そうやばい、ショールームめっちゃ楽しかったですね。オールナイトニッポンのなんか本番ももちろん楽しかったんですけど、ショールーム期間がもう楽しすぎて、でもめっちゃ なんかそういうさ、家で配信するのめっちゃ久々やから、久々やって最近配信できてなかったんですけど、めっちゃあの楽しかって、またねあの私的には階段配信をしたいです。普通にあの聞きたいですね。ラジオ体操が好きやった、そうやねラジオ体操、そうナンバトルンめっちゃね活躍してました。ショールームイブ18歳、大した、あ、ギリギリ18歳かもしれへん。6月の最初とかやったかな。懐かしいですね、ふすまめっちゃ張ってて、階段のやつめっちゃやりたいんですよね。
あとは、あ、でも生誕、明日の生誕とかでちょっとやっぱ話すかもしれないんですけど、ナンバトルの運のロッキー、去年の夏かな、去年の夏でしたね。7月とかめっちゃナンバトル運のなんか運系のやつで忙しかったかも。8期生公演シンポジやったんですけど、その前後に結構入ってて、なんかご褒美ロケとか入ってて、結構シンポジ大変やったかな。けどなんか今はめっちゃなんか公演めっちゃ好きなんですけど、ポジションとかも、ポジションとかいろんな B2 とかポジションとか割とねいろいろ覚えさせていただいてるんですけど、なんか私的にはなんかそのいろんなポジションで出るのが大変とかはあんまり、まあ、大変っちゃ大変なんですけど、なんか新たな発見、なんか新たな発見っていうんですか、ポジションごとに歌割りとかも全く違うから、私的にはめっちゃ楽しいです。なのでなんか上のもちろん上のポジションとかで出たいけど、今10とかも10とかでも出て10とかのシンポジも覚えてみたいなとか思うし、8とかもねやってるんですけど、8とかでも久々に出たいなとかも思いますね。けど4以上をやったことないから、フロントとかね1とか立てるように頑張りたいなと思います。めっちゃすごい難しいけどね、8期生公演とかあるから、規制公演とかもあるから、まあ、チャンスがないわけではないので、フロントとか目指したいなって思います。あとは N チーム N さんとかまた出していただいて、すごい待たせてしまってたと思うんですけど、もうあれですね、楽しかったです。チーム出たくてめっちゃチーム N さんの公演あれでした。この前雪乃が出てた時って雪乃10で出てましたか、覚えてる人いない、そんな番手を把握してる人なんかおらんのかな、分からへんけど、雪乃って8と10やですよね。私ね、もう人のポジションをめっちゃ覚えてるんですよ、これすごいと思うなんか覚えようとして覚えてないんですけど、誰が何番手できるとか覚えてる。なんかこの前なんか自分的に、あ、10やったんやけど、その日さ火曜日やったから、そう授業でね行けないんですけど、でも出たいって意思は伝えてるので出れたらいいなって思いますね。なんかあれ、そう私はめっちゃ、タワー来てるってきた、タワークマ ×10 は山田真剣佑さん、クマタワーなんですとね、初めて見たと思う。ありがとうございます、ありがとうございます。何の話してたっけ。私は怖いと思ったのは、いよいよ自分やばいなって思ったのが、アミタンがこの前の選手の土曜日の公演でシンポジやったらしいんですよ。でなんかその日曜日に、その次の日の日曜日にナンバラでホノピーと一緒に出たんですね。でそのホノピーになんか最近のアミタンのエピソードないって聞いたら、アミ昨日シンポジだったんですよみたいなやばい知ってるみたいな4番手やろみたいな感じで、もうなんか知っちゃってて、なんかなんで知ったんやろと思って、なんか練習してるところを見て、アミタンはさゆきちゃんのアンダーっていうのを知ってて、でもさゆきちゃんと一緒に出てるやんと思って、新名やん呼んじゃねみたいな思って4番手でシンポジっていうのも、なんか全然9期生のポジションも把握しちゃってるんですよね、やば4番ってあれですよね、野蛮なソフトクリームのセンターですよねやばいよな、めっちゃ可愛い、知っちゃってるのは怖い、バチタワー来た、どこや、あ、とくちゃんさん、タワーありがとうございます。なんと言おうとした、ビビらせてないです全然。アミタンはそう、渋谷さゆきちゃんのアンダーやったんですけど、シンポジでゆとたんのアンダーを覚えてたらしてて、マネージャーできるかもしれへん、バチで
で、なんとで、ほのぴーにそのね、南原のえ、待ってほのぴーにアミタンのエピソードあるって聞いたら、そのアミタンはシンポジウムとやるにあたって、その野蛮なソフトクリームのセリフをめっちゃ緊張してたらしいんですね。で、なんかすごい緊張したわみたいに言われたらしくて、ため息をついてたらしいんです、いっぱいそしたら、やばい、全部のタワー読んでないんですか。え、全部のタワー読んでない。え、でもタワーなんか4本ぐらい立ってるけど4つも読んでない気するよな。え、わからへん、ちょ、あの出てないんですよね、全部読んでる。6本ぐらいタワー来てる。ロットも読んでない気するな。昨日表示されてない。え、読んでる、大丈夫、オッケー、当たった、ありがとうございます。何の話してたっけ。そう、アミタンの話や。アミタン、そう、アミタンがめちゃめちゃあのため息ついてたらしくて、で、なんかマネージャーさんにため息ついたら幸せ握るよって言われたらしくて、めちゃめちゃ吸ってたらしいめっちゃ可愛くないですかみたいな、やばいんですけど、もうマジでもう好きは増しました勝手に。怖いですよね、勝手に裏でこんなエピソード聞いて勝手に癒されて、やばくない、想像しただけで燃える、吸ってるらしいめっちゃため息ついた分、やばい、ほんまに可愛いですね。ありがとう、ほのぴ教えてくれてはい、っていう感じです。振り返りしました。ピュアで可愛いな、可愛い、マジで可愛い。もう私知らない間にアミタのツイートほとんど言い直してるもん、ほんまにやばい。なんか押そうと思って押してるんじゃなくて、可愛くて押しちゃうついついっていう話でした。アミタの人狼見てない、みひなもやきもち役で、みひなたん大丈夫だよ。え、あのな、今日あのメッセージでもうサタタンからもうめっちゃね可愛いメッセージが来て、大学でめっちゃにやけちゃった。大学で開いたんですけど、可愛いメッセージ来ててめちゃめちゃにやけちゃったよね。弥生もグラフもったい見せて、スクショしました。ありがとうございます、ぜひ見てください。で、あ、なんか言おうとして、そう、弥生もなんかLINE でなんか、サクのいない人生なんて嫌だみたいな来て、めっちゃ可愛くないですか。やっぱその辺が弥生やなって思いました。おめでとうじゃなくて、サクのいない人生なんて嫌だみたいな来ました。めっちゃ超可愛くないですか。じゃあ、あのね、風船用意してるんで、最後にスクショタイムして終わります。じゃーん。え、これ2って、これ友達に昨日ね、あのこの銀色バージョンをもらって写真撮ってもらったんですけど、なんかずっと2逆やって、これ2こっちですか。ちょっと分かんない合ってる、2こっちですか。でかい、逆、こっちか。また反対、こっちだやばい、コメントの略が多分あるから分からへん、どっちか、こっちか。ありがとうございます。目がね、そう、目がね、もう治ったんで、ちゃんとカラコンも入れてるんです。めっちゃ顔色悪い。え、反対もあったんだ、やばい、やってもしまった、こっちやって、やばいやばいやばい逆ってきてんねんけど、時差で何が合ってるか分からへん。正解、あ、正解、よし、1回目じゃない方、1回目覚えてないやばい、反対、ほんまに言ってる一番最初の正解、2の最後がさくらちゃんだ、こっちや、合ってるわ、オッケー、ありがとうございます、スクショしてください、ぜひ。
カメラ目線ってどこ向いたらいいんやろ。カメラの目線向いたらいいんか。え、向いてる？カメラ目線できてんのかな。え、できてるか。合ってるらしい。イエーイ。20歳。ゼロの逆、ゼロに逆あったんや。勝負場とか言われたらはずいんですけど。はい、お願いします。え、画質悪いですか。やばい、二十歳のプロでお願いします。やばい、二十歳の弟と言われたらむずいな。大人っぽいパートだと。なぜ中央ではないの。ごめん。確かにちょっと寄ってたわ。この辺か。ありがとうございます。めっちゃ顔色悪くね。ゼロのなったに、ゼロになったに変わる。え、入らへん、無理。顔出たいってことかな。どうしよう。タワー読みなよ。聞きました、タワー。あ、プモスキさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。え、全部読めてるかめっちゃ不安なんですけど、大丈夫かな。食パンのいない人生なんて嫌だ。嬉しい、ありがとう。すごい、誕生日めっちゃ祝ってくださってる。嬉しいです。やばい、ちょっと目パサパサなってきた。朝プランカラトンつけてるんで。やめてるよ、ありがとう。え、全然入らへん。これ顔出たいってことなんかな。どうしよう。入った、見て。顔全然映ってないけどめっちゃハマってるんですけど今。え、めっちゃドライアイです。私生誕のスピーチ考えてました。考えてます。私はめっちゃ飛んだら嫌なんでちゃんと練習します。え、もうハマってんねんけど。どうしよう、これで生活できてまうねんけど。ご飯も食べれてしまう。そうですね、手が乱れたら。え、でもめっちゃ熱いわこれ。手が乱れたらやろ。大切に誰やろうな。まだご飯を食べてないのでそろそろ終わりたいと思います。本当にやばい、二十歳は終わってしまいますね。二十歳です、本当に。二十歳なんですけど、成長できるように頑張るのでよろしくお願いします。まだ始まったバトルってさ、確かに待って、そうやな、二十歳終わるみたいな、二十歳終わるみたいな感じ出してもらった。やばいやばいやばい。そう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 、明日は生誕祭があるので18時から生誕祭です。1年に一度の生誕祭なので、皆さん劇場に来てくださる方はもちろん、行けないよみたいな人いらっしゃったらDMM 配信でもありますのでよろしくお願いします。そして明日はこの質問強制で髪が結べないのでストレートだと思われます。すいません、理解のほどよろしくお願いします。固定ヘアはポニーテールなんで大丈夫です。なので明日もよろしくお願いします。ではでは、ランキングを読みたいと思います。
13位ペンペンさんありがとうございます。12位ポトナシさんありがとうございます。12位ちくわドーナツむさちゃんさんありがとうございます。10位きっぺいさんありがとうございます。9位おこじゃんこじゃんさんありがとうございます。8位りんたくさんありがとうございます。7位くらちゃんさんありがとうございます。6位こもすけさんありがとうございます。5位山達さんありがとうございます。4位ともひこさんありがとうございます。3位きじたさんありがとうございます。2位山田真金雄さんありがとうございます。1位ととちゃんさんありがとうございます。すごいちゃんと予定決めてなかったのに見に来てくださってありがとうございます。すごいねめっちゃ楽しい誕生日になりましたわ。はい、人生の私の人生の振り返りをしたんですけど、20で19から20でこう暴れるように頑張っていきたいと思うので、はい、ありがとうございました。あと15分で終わるんですけど、20歳なんですよね。ではご飯を食べたいと思います。ではバイバーイ、ありがとう。